皆さんどうもどうもよろしくお話しするのも DK です。ではね、今日もドラゴンクエスト11の方やっていきましょう。ってことでね、まあ装備変わってますね。なんでかと言いますとね、まあ優遇な装備にしてますからね、プラス2と1だけなんですけど、まあ他にもね、できる限りのことはやっておきましたよ。さすがにね、まあこれ見てたら、まあ、見ていたらわかるけど、ドラゴンスティックも2も やったし、ベロニカとね、ローはもう雷槌の杖にね、変えましたし、まあここシルビアもファジアの剣ね、前作ってたんですけど、装備できてなかったんで、装備させておきましたって言っただけなんですけどね、っていうね、話なんですけど、まああとキラーピアスであったりね、まあこのキラーピアスはね、あの、魔法の鍵手に入れた後にね、ちょっと、行くところがあって、そこでね、手に入れました。ではまあ今回ね、ミダル女学院の方から行きましょう。まあこの中なんかあるかなとかは思うんですけど、まあ前にね、一旦ここ入っていって、ムービー来たから、ちょっとあかんな思ってやめてんけど、お、ドラキーがおる。何や飼育してんのか、ドラキー飼育してんのか。お？え？ジャンプしてその程度。もうちょっといやジャンプできるやろ。あー、ほんま、女学院って言うだけ。白樺の森に木漏れ日の花。スズランのベールを風が鳴らすよ。な、ほんまに女だけやな。てな、気色悪い。気持ち悪い、あれ。やめて。やめて、魔物が、きんといて、そんな服。小さなレディを夢見るレディと。オーケーのすげえが立ち上がってるレディだな。レディだな。アルドーダワールドを集めようとレジャー。ラララララ。メダルメダル、小さなメダル、王者メダル、女学院。はい。決まったって感じだ。じじうぜちょっとうぜ。しかも何その、はい、皆さん役で行きました。今日も一日素敵なレディを目指して頑張るのです。いいよ。気をつけ。ごきげんよう。ごきげんよう。礼じゃなくて。ごきげんよう。はい、ごきげんよう。ちょっとやる、ほんま。やめて。やめそのシルブプレ的な感じの回り方。おや、ようよう、お客さんとは珍しい、何かご用ですかな。はっ、男じゃないですか。むむむ、旅の方、非常に誠に驚きほどに、私、わかります、私にはわかりますな。すんばらしい、あなたはとんでもなさいのを秘めておりますな。話も長くなります。この後、どちらなんですな。校長室にいらしてくださいな。なあなあ、うっさいな、こいつ。うぜえ、ほんま。いや、うわ、気持ち悪い。スキップしながら歩いてた校長が。やめて。気色悪いからやめて。悪いね、ほんまね。でね、ちょっとね、伝えとかないこと、いけないことがね、あるんですけど、ちょっといろいろちょっと感じるけどね。いろいろちょっと感じるけどね。ね、このルーラで見たらわかるんですけど、この、会長のユータニっていう、ユータニやんな。ユーやわからん。人の名前になってるし。うん。でね、ここね、ちょっと行ったらね、あの、なんかオーブあるみたいでね、なんか、いきなり光で輝き出したっていうのが出てきたから、はい！はい、一つ、二つ、三つ、あれ、スライムもスライムもピキー、三つピキーってか。よし、ではまあ入っていきましょう。なんかそんな気がしたわ。こんなとこ、あ、やっぱそうやったわ。校長室。まあね、探索とか、レシピあるかなと思うんですけど、そういったことはね、まあ、後々やっていきましょう。よくともやられたら、ためのことは、私のメダル校長、メダル校長。そしてここは王立メダル女学園、素敵なレディーを目指す乙女の学校ですな。我が校では授業の一環として世界中のありとあらゆる場所に散らばる小さなメダルを集めております。メダルを集めることで世界を知り、素敵なレディーに必要不可欠な優れた知性と教養を身につけるのですな。あなたを招きしたのは僕でもない。
私はあなたの盗んだ、いや、盗んだって、盗んだ瞳に見たのです。青空のように広がる乱れ集めの才能。しかし、非常にもことに辛いことに、ここは女子限定の学校ですからな。入学を許可するわけにはいけません。だがしかし、あなたほどの才能を枯らしてしまうのは、非常にもことにとてもとっても惜しい。そこで、今こそミドル校長の権力を行使し、類まれなる才能を持つあなたに我が校の要員生徒として認めましょうぞ。いいんかよ。いいんかよ、それ。さあ、それでは晴れて我が校の客員生徒となった証にミドルスタンプ帳を受け取りください。いや、さすが私を振り込んだ男。もうソルティコの街のミドル出張所にミドルスタンプ帳をもらっておるのですな。もらっておきましたよ。うん。そのスタンプ帳は我が校の客員生徒となるにふさわしい人物かどうか見極めるため、冒険者の皆様に配布している品でしたが、あなたは私が認めた文句なしの客員制度。スタンプ帳にかかっているページ制限はあなたにはもう必要ありませんな。おう、ミドルスタンプ帳に新しいページが追加された。あ、ありがてえ。今後小さなミドルを私のところに持っていたら、その枚数分だけスタンプを押して差し上げますな。非常に誠に良いことがありますぞ。うん。じゃあもう一回。うん。8枚持ってるよ。おっしゃ、いける、よっしゃ、キャンプ。ルーンスタッフじゃい。アイテムゲットじゃい。ルーンスタッフをあげるのですな。コンプリートしましたぞ。コンプリート。進むのですな。うわ、え、何個ある？ほう、まあいいや。メダジョの制服、お、マジ？あれ、ちょっと、セーニャら辺に装備させてやりたいですな。こら。こらやね、ほんまね。まあ、そういったところは、まあ、ここだけやっとこうか。ねえ。お、小さなメダル。なあ、わかるよ。こういうとこにあるのはわかる。キー！何をしに来た人間め。この宝渡さないと出て行け。キー！キー！なんや。魔物の群れが現れた。ネギラマ、うおい。あ、ここまで強くないわ。よし。それじゃあ、極楽鳥か。あいつは。弱っ。弱いね。猛毒か。じゃあ、お前違うかった。前じゃないのよな、うん、悪いけどベルコンドル、ちょっとインテリティもおかしかったけど、ヒルコンドル、お前じゃなかったんや。戦いたかったのコムシンゲリジャーイ、おらい、わいつく、うおい、なにベホマラーやと、ハイパーフォームやっていこう。そう、マジか。うわぁ。ほら、あんま。ムーンサルトじゃ。104より。うわぁ、いいね。ベホイムしていった方が良さそうやな。レギラも、うわぁ。うわぁ、どうした？うわぁ、怖っ。うわぁ、怖っ。ワイパーファン、頼む。どこでならんのか。よっしゃ、まあいいわ。ムーンサルト、めっちゃいいわ。よし、じゃあここで、あ、やめとこ。まだやめとこい。よっしゃ、おい。わしつかみやめて。ほら、まだならんか。そう、152やもんな。すごい。ほら、うわ、ミスター。やめんか。ベホイムじゃーい。ウキラマやめて。まあ、でもまあまだいいわ。
眠らせるでい。無理か、眠らんか、マジか。おらい。ベホイムをドラゴンにする。ムーンサルトで終わるんじゃねえこれ。あ、終わったわ、極楽のヘボ。魔物の群れをやっつけた。それぞれ4906。うわっ、神のレベル28になったぜ。シルビアもレベル28になったぜ。リベホイミ、あ、リベホイミか、いらねえな。てれててててて14ベホイム、おお、ありがて。いいえ、イーグルダガー、おお、イーグルダガーやと。ちょっと待て、カミュ、イーグルダガーの方がいいね、やっぱね。イーグルダガー、あー、やっぱこれよりかはあかんか。まあ、そりゃそうやわな。よし、これでまあ、取りました。シルバーオーブ、見つけたぜ。シルバーオーブ、ついに手に入れたわね。まさかこんな時にオーブがあるなんて思ってもみなかったわ。さあ、ズラガン、この女性にこれのオーブを手に入れるわよ。残り何個？まあ、今回で2つぐらいね、やりたいんですけどね。今回これぐらいって言ってたから。まあ、最後ね、あいつあそこ行って、どこ行ったっけ？ムーレアね、行って、次どこに行けばいいかな、聞いて終わりにしますよ。しっかりと足の手に捕まっていてくださいね。いや、君の胸に捕まりたいねって、こら。こら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 。こらこらこら。うん。教えしてください。北と同じ。北で東な。金色の小麦畑の真ん中。小さな宿屋に集う人々の中に、亡国の記憶を持つ者。え、これって、これってさ、これってさ、ルーラーちょっと見るけど、北東の地やろ。北で東やから、グロッタの町、あ、ネルセの宿屋じゃね、これ。トナイタ、お前か？うん。あの模様の扉は魔法の鍵で開くって書いてある。え、高橋はね、使ってみたら。あ、やっぱりね、魔法の鍵オープン。ここで手に入るってわけやね。レシピブック、王子と姫の秘密。あ、プリンセスコードとローブ。あー、なるほど、ありがとう。まあ、何かは分かってるけどな。どこに、こいつやろ、どうせ。こいつやろ、どうせ。てれててーん。まあ、今回でね、もう、オーブは全部手に入れたいと思いますよ。パープルオーブね、オーブが手に入らんで、やったわね、ドラゴンちゃん。無事に残しててよかったわ。さあ、ドラゴンちゃん、この人、残りのオーブは手に入れちゃいましょう。クレイモン。なんて、見えてなかった。なんて。悪い、ね、ちょっと悪いな、うん、なんて乗ってない。クレイモラン城下町、なるほど。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。この近くにオーブ。おや、はるばる海を越えてクレイモラン王国にやってきたのか。残念だけど無駄足だったね。え、どういう意味かって。何、言ってみればすぐ分かるよ。え、何、どうしたん今。あ、せ、ちょっと嫌な予感するからベホイミを書き解くわ。よし、じゃあ行きましょう。え、凍りついておりますけど、凍りついておりますけど、冬だけにさあ、続いたぞ。ここが美しき雪の都、クレイモラン王国。この国にはブルーオーブがあったはずじゃ。
ふぅ、寒い寒い。ユキロの都とかどうでもいいから早く中に入りましょう。寒そう、ベロニカ。あら、何か変ね。いや、これ、これじゃない。みんな見て、ひゃって、ひゃって。みんな見て、縄文が凍ってるわ。うわ、凍っとるわ。縄文凍ったら入られへんやろ。みんなでメラじゃ。メラ使えるやつ、みんなでメラやったらいけんじゃね。さあ、まあ本当ですわ、お姉様。なんででしょう、やっぱりこの寒さで凍っちゃったんですかね。もうせいにはいくら寒いからって、縄文がこんな風に凍るわけないじゃない。町の人はどうやって生活してんのよ。確かに凍っておる。おかしいの。以前訪れた時はこんなことはなかったんじゃが。どうすんのよ、おじいちゃん。おば、これもらうにやるんでしょ。これじゃ中に入れないじゃない。でもどうやら正門からは入れんようじゃの。他に入り口がないか探してみるですよ。いや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 。ミラ撃てるやつで撃ったらいいんちゃうの。それでもって、バギーでさ。バギーとかバギマンあるやつで。その、炎を、竜巻にして、縄文を溶かすみたいな感じでやったらいいんちゃうのかなっていう。マジで思った。こっちに行く。あ、またここにもなんかあるわ。俺はこう見て郵便配達人なんだ。クレームランに行った時に、そこの縄文がこうやって入れなくてな。そういや、城壁を西側に回り込むと、裏門があるって聞いたことがある。おー。てか、こんな寒い中、そんな、格好で寒くないんかよ。ちょっとそこに突っ込み入れたならば。お、魔法の鍵を使って開けた。開くがな。普通に開くがな。うわ、え？いや、人凍りついてますけど。人凍りついてますけど。ちょっと待て。クレイムラン。人、凍っとるわ。嘘でしょ？どうなってるのよ、これ。街も人も全部凍ってるじゃない。ほら、お姉様。やっぱり私の言った通り寒いから凍っちゃったんですよ。いや、違うからなって。ベロニカがちょっと。いやいや、いくら雪の都といえど、寒さで街が全て凍るなどあるはずがない。まあ、ひとまず街の中を調べてみるとしよう。うん、調べてみるとしましょう。うわぁ。おじさんに光って馬が凍っている。馬を連れたおじさんが凍っている。あ、なんか全部見ていきたいな。こういうの。おじさんが凍っている。どうやら雪かきをしていたようだ。え、嘘。雪かきで？雪かきしている間に凍ったとか。笑けるんやけど。お、人がある。え？人がおるよ。いや、ちゃって、お前の方に、えってことは。ちゃじゃねえよ。ちゃじゃねえよ。おい、すみません、気がつきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは思わなかったので。あなたは無事だよね。どうして街が凍りつきになったのか知ってたら教えてくれない？あれは3ヶ月前の晴れた日のこと。何者かが突然街の上空に現れたのです。そう、あの姿はまさしく魔女。魔女って、ほら、よく、昔話とか伝説に残っている、いわゆる魔女のことですか？そして、魔女が何やら呪文を唱えると、突如激しい吹雪が巻き起こり、すぐに町全体を包み込みました。私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら私は町を凍りついていました。私だけが助かった理由はわかりません。いや、お前が犯人じゃねえの、ね。マジで思うわ。町ごと凍らせるなんて、なんてひどい魔女なの？何度か助けてあげたいけど、この氷は私の呪文でも溶かせないわ。あ、そうなん？ところで、その服にある紋章、ずっと気になっておったのじゃが。すみません、紹介が遅れましたね。私はクレイムランの女王、シャール。え、女王っすか？何？お主が女王じゃと？ということは、先代の王はもう、はい、1年ほど前に亡くなった父から、老いを継いだ矢先に町がこんなことに。私もどうすればいいのか。私たち大変な時に来たみたいね。オーブがどうとか言ってる場合じゃないわ。オーブ？あれじゃよ。クレイムラン王妃に伝わる
家宝のブルーオーブ、わけあってわしらにはあのオーブが必要なんじゃ。青い宝玉のことですね。あれでしたら今はお城の中にありますので、氷を溶かさない限り中には。なるほど、どっちみちどうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけね。もしかしたら魔女を倒せば氷が溶けるかも。実は数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然落とし方がなくて。そういうことなら私たちも魔女退治にと協力しましょう。凍った人々を放っておくにはいかないでしょう。そうだね。そのまま凍って地面に立たせつけられてバラバラになってたら嫌やしね。うん。ありがとうございます皆さん。まあ、じゃあ東のシキュスリア雪原にあるミルレアンというの森に潜んでいると聞きますと。ですが森には魔女だけじゃなくて魔女に飼いなされた魔獣もいるので気をつけてくださいと。魔獣が覚えておこう。では皆の者、早速ミルレアンの森に向かうとしよう。向かうとしよう。どうした？なんか怪しいなこいつ。めっちゃ怪しいんやけど。ではまあね、ここでもセーブしたんで、でもってね、これで HPMP 全開になったんで行きましょう。いいよね、好きだわ。まあところどころね、バシルーラされると思うけど、動画自体がね。めっちゃ吹雪いとるわ。大丈夫？え？いや俺一人だけだった。仲間たちとはぐれてしまったようだ。やめて。そういうタイプ？そういうタイプ？え？いやありえへんやろ。一本道やのにはぐれるわけねえやろ。なんか嫌な予感がする。行くしかないんかなこれ。いややわー、まったくもう。押すとしかも。むほっほむほっほ。やばい。おい、お、はぁ、グレーブやないか。ここは悪魔の子を特徴同士でいかんとあかんのちゃうか。むほっほ、むほむほ。笑けないんやけど、この魔物。おのれ、魔女の手先め。お前は悪魔の子。むほ、むほ。何がおった今。くっ、俺としたことか。助けに行け、助けに行けよ。見てる、むほ、むほっほ、むほっほ。ちょっと待て。え、一人で、ムンババ、ムンババが現れた。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁやな、ね、そんな。さっきブレードがやってましたな。うおい37。俺に対して下がった。ちょっと待てー、本心切り109。うおい、ムホホダンス、ムホムホムホホン。え、うお、あがここはちょっと次に備えて50。あ、そこまで強くはない。おしゃい、151痛い。うわ、いや、ちょベホイビ。ほら、うわ、ちょっと待って、ブレードガードやってんのに全然武器ガードせんがな。ふっほっほっほほ。なんかタイトル名になってそうな気するわ。なんか55、39。そこまで大丈夫。
ムンババ、あ、いいね。これのムンババダンスまた仕上がって笑けるんやけど、ちょっとやめて、それムンババの攻撃、お、助かった。そう、いや、あかん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 、2回はやめて。戻った。おー、配信、おー、いいね。よいしょ、これで終わらせい、おらい、まだやりやがったこいつ。ん、うん、ちょっと怖いけど、もう終わりそうやし、おらい、よっしゃ、勝ったー、ムンババ撃破、ムッホッホー、ムホッ、ムホッって感じやな、ムホッっていうね、感じで終わったね。ムホー、随分抵抗ずらせてくれたな、魔女の手先め。いいとこ、いいとこ取られた。ムフォーフォーン。なにこれ。なあ、なんなんこれ。次は貴様だ、悪魔の子よ。今度こそ逃がさん。ちょっと待って。その前にちょっと、逃がさんとか言う前に、そこは、なんだこれは。捕まえたわ、英雄フレンド。誰、おー、オフ、オフ、氷の魔女、この氷は貴様が、オフ、妖艶だね。このお前を氷付きにすれば、私を解放してくれたあのお方との約束を果たせる。あのお方、うるすうらやないか、まさか。あの方と同じペンダント、これ私たちお揃いだわ。え、同じペンダント、え、繋がってんのこっちじゃないの。なら、なんだと。英雄と呼ばれた男もあっけないものね。一人仲良く永遠に凍るがいい。いや、凍らないよ、させないわ。で、グレイグの方はどうなったん？ドラゴン大丈夫？ベロニカおった。ああ、みんな来た。グレイグ、救援に来たのはあの人はデルカダードの兵だったのだな。どうしたグレイグ？わしらは捕まえるのではないのか？貴様ら、捕らえる間にやるべきことができた。それだけだ。そうか。ギリ堅いな、こいつな、きっと。え？ドラゴン？あー、倒れたー。魔女にやられたよね。体が冷え切っているわ。そういえば、ここに来る途中で小屋見かけたわ。そこでドラゴンを休ませましょう。え？なんかあったっけ？ん？あそこか。先ほど行ったところか。ぽいな。目覚めたか。なんかな、俺失敗したな、ユグのあの鎧は。マジで思うわ。え、まさかこれ出ようとすると何かイベント来るよな、やっぱな。お、おお、お目覚めかな。どうだ、体はもう大丈夫かね。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。そりゃよかった。仲間の看病のおかげじゃな。あれほど心配してくれるともなかなか見つからん。大切にせねばならんぞ。とも？そうか、自己紹介がまだだったな。
私は魔法学者、エッケハルト、クレイモランに住んでいたのだが、今はここで町を効率的にした魔女について研究しておる。実が魔女が現れたとき、私はたまたま身を、国を離れておってな、幸運にも効率系を免れたのだ。君たちがシャール様から魔女大使を引き受けていることは仲間の者から聞いた。仲間の者？どこに言う仲間の者なんていたの？私も魔女について知っていることを話そう。君を襲った氷の魔女、リーズレットは、古の時代、高名な魔法使いによってある禁書に封印された魔女なのだ。神話の時代に作られ、膨大な古文書が眠るという古代図書館。古の魔法使いはそこに魔女を封じた禁書を収めたという。ほう。そこで私は魔女を封印する手がかりを求め、古代図書館に足を運んでみたのだが、中はすっかり魔物の巣になっていてな。お、正義の女ベロニカがやってきましたね。あ、ドラゴン、よかった、目が覚めたのね。うん、もう心配はなさそうじゃ。君もベロニカさんに感謝しねばならんぞ。彼女は特に熱心に看病しておったからな。な、もう、エッケハルトさん、余計なこと言わないでよ。ね。そう言うと思ったわ、ベロニカだから。そう、照れるでない。まあ、それはいいとして、先ほど魔女に関する話は伝えておいた。そう、じゃあ話しろ、早いわね。エッケハルトさんと、古代図書館にて、一緒に魔女を探す、倒す、手がかりを探しましょう。うん、古代図書館は、東の方角にあるが、南の道から遠回りしないといけないから、注意するがいい。では向かうとするか。向かうとするか、どこって古代図書館、あそこか。なるほど。行くのね。まあ、今回はその古代図書館行って終わりましょうかね。いや、まあ、ここで終わった方が良さそうな気するわ。まあ、今回ここで終わりましょうかね。次回ね、古代図書館の方行って、手がかり求めて、石消すびや季節限にある古代図書館に行って、その後ね、オーブ、一個手に入れて終わりましょう。今回はね、まあ、そんな感じでやって終わりましょう。なのでね、今回はここで終わります。で、ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にも、ゲームタイトル五巡縛り、Twitter の方では、様々なことを企画として立ち上げてやっておりますので、フォローお願いします。あと概要欄のところに A から O までのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル五巡縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。ではさらば。